典型的な、アマのキャンバスキャンバスとは、骨のであり、油絵具やアクリル絵の具を用いて描かれる指示体に使用される。キャンバスは主にアマの繊維から作られるが、大麻、アマと大麻の根式、綿、合成繊維などから作られる場合もある。使用前に、絶縁や、地塗りが施され、枠に貼られるか、木の板か、厚紙に接着される。 現在画材店で売られているキャンバスはすでに絶縁や、地塗りを施してあるものが多く、木枠に貼ったものや厚紙に重複したものもよく、市販されている。このように加工を施したものも、単に、キャンバスとも呼ぶので紛らわしい。カンバス、カンバス、骨の、ガフとも言う。英語キャンバスの語源はゾクラテ天語カノポチウスイコール、朝に由来するものであり、さらに、 ギリシャ語で朝を意味するニューニューアルファベータイオタに遡る。仮止めしたキャンバスに描く画家。アールト・デ・ヘルデルがキャンバスはそれまでの遺体に徐々にとって変わり、油彩の指示体として最も普及したものとなった。キャンバスに描かれた油絵として最も古い作品の一つは1410年頃にフランスで描かれ、現在ベルリンの絵画館に所蔵されている。 マドンナと天使たちである。しかしながら、遺体も、イタリアでは16世紀、北欧では17世紀まで存続していた。画家アンドレア・マンテーニャやベネツィアの芸術家たちが、キャンバスへの移行を引き起こした代表的な存在である。伝承によると、ベネツィアのような、湿潤な気候では、木は傷みやすいので、画家たちは、船用のほ布を用いるようになったと言われる。 ベネツィアのホヌのイコールキャンバスは簡単に入手でき品質も優れていると考えられていた。包み張りキャンバスキャンバスは通常は木の枠にピンと貼られ油絵具が直接キャンバスに触れて傷んでしまうのを防ぐために使用前の地塗りが施される。ジャクソン・ポロック、ケネス・ノーランド、フランシス・ベーコン、ヘレン・フランケン・サーラー、ダン・クリス・テンセン、ラリー・ゾックス。 ロニーランドフィールドなどのカラーフィールドペインティング運動や助長的抽象運動の画家たちは損傷のリスクを犯してでもジェスを施さない元のキャンバスに描くことがある。今日ではキャンバスの製造は工業化されているが伝統的な方法で制作されたキャンバスを好む画家もいる。今日の絵画技法と古典的な画家のそれとの違いの最も大きなものの一つは キャンバスの準備にある。現代的な技法では、キャンバスの折り目、キメの利点を引き出すが、これは古典的絵画の写実性を、ほとんど不可能にしてしまう。ルネサンス美術の画家たちは、キャンバスの折り目が目立たなくなるよう気を使った。通常の枠に貼ったキャンバスとは異なり、側面でなく、裏面に、留め金で固定されている、裏張りキャンバスというものもある。 この種のキャンバスの利点は、側面が綺麗なままなので、円まで塗って絵に取り込めることにある。最初は、キャンバスの布は褐色がかった非常に丈夫な繊維である、リンネルでできており、従って油絵に特に適していた。20世紀初頭に、綿のキャンバスが使われ始める。リンネルのキャンバスは、完成油に対して強く、特に油彩を描く画家の間で人気を保っている。 それでも、より完全に伸びる面のキャンバスは安価な選択肢を提供している。アクリル絵の具の登場は、面のキャンバスの人気と利用を著しく増大させた。F、P、M、S という規格がある。以下は、木枠の寸法であり、実際には折り返したガフの厚さなどが加算される。また、SM は、サムホールと読む。ありがとうございます。